はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もご視聴くださいましてありがとうございます。本日3月22日火曜日午前8時、京都中央市場に来て、おります。で今日は、ほっこりカフェファミリーの一人、そして私にとっては清水小学校の同級生、同窓生、私の大切な幼なじみでありますちーちゃんがこの京都中央市場で大宝水産っていう、鮮魚店、お魚屋さんを経営しております。で去年この京都中央市場が新築されて新しくなって、ぜひ私も一度来たいなと思ってたんですけど、今日は初めて来させていただきました。今日はゴスペル教室の仲間の皆さんがお魚を買いに来たいということなんで、私もぜひご一緒させていただいて、ちょっとちーちゃん の, あの、職場案内、会社案内になるかな。でこれからまたほっこりカフェのファミリー、本当に多彩なメンバーがたくさんおられるので、なんかそんなほっこりカフェのファミリーの皆さんに焦点を当てて紹介もさせていただきたいなと思ってるんですけども、その第一弾といたしまして、ほっこりカフェ、ファミリー、そして私の同級生、ちーちゃんが経営しております大宝水産を、紹介させていただきたいと思いますので、ちょっといつもと違う動画になると思うんですけども、お楽しみください。よろしくお願いいたします。この入り口なんですけど、この靴底の消毒と、この指の消毒をしひんとドアが開かへんということで入らせていただきます。45番、あ、ありましたね。45番大宝水産ありました。大宝水産今日はちょっとすいません、失礼します。失礼します。こんにちは、失礼します。あ、いた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 、あ、ちょ、今日化粧してんちゃう。もうこれほっこりカフェファミリーで私の同級生の、ちんちゃんと妹のまなみちゃんです。妹です。ちょっと自己紹介。おはようございます。前田千恵子です。いつもお世話になってます。あ、どうも。じゃあ隣にあのスタッフのコニタがいるんですけど、お顔は恥ずかしいということなんで、声だけでね、ちょっと今日は説明していただきたいと思うんですけど、まずこの大宝水産、この3つこのスペースがあるんですけど、この3つが1つこう借りてあるんですね。はい、です。だから本当はこの1つ分でやってはるとこもあるんだけども、はい、大宝水産はやっぱりちょっと大きな規模でやってはるということで、はい、この3つの、ね、スペースを借りてはるということ で、はい、で去年からここに移って、はい、ちょっとやっぱり前のところに狭かったんですか。綺麗だったんやけど、ちょっと狭くなってますね。はい、で京都は昨日であのまん延防止が終わったということで、はい、今朝さっきまでものすごい陽気なお客さん、はい、来てはったんですけど、はい、今日からやっぱりだいぶ忙しいですか。そうですね、やっぱりお休みいただいてて、皆さんお休みされてた方も、はい、今日から来られてるんです。あ、そうですか。そうですか。そうですか。今日はどんなものがよく売れました。もう見てる通り何もありません。なんでも、もうほとんどなくなったんですね。あ、店にあるものは全て、はい、ほとんどないです。あ、そうか、もうこれで売れちゃって。そうですね、はい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 。配達に用件も行ってあると思うんですけど、はい、今ここにもさっきまで20人ぐらいやっぱりあるんですか、スタッフ。30人も。ああ、そうかそうか。配達も入れたら、はい、じゃあ、この京都中央市場の中でも大宝水産がやっぱりちょっと大きい方ですね。そうですね、規模的にはね、はい、そうですね。じゃあこれからまた、一般の方も来てもらっても買えることできるんですね。大丈夫です。そうですね、業者さんだけじゃなくてね、はい、ですのでぜひ皆さんね、これから大体何時ぐらいまでに、8時ぐらいまでに来た方が。そうですね、競りが終わるのが5時、6時ぐらいなんで、はい、一番物があるのはやっぱり6時から7時ぐらいがあります。わかりました。皆さん来ていただくのは8時ぐらいがやっぱりいいかなと。一番いいですね。時は8時にはもうない。はい、
わかりました。そう、あ、そうか、はい、もう8時ではちょっといいお魚がなくなってることが多いということでね。わ、ね、はいはい、かりました。ありがとうございます。もうちょっとご参加できます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、ゴスペルの仲間の、クミちゃん、トクちゃんと一緒に来たんですけども、いいものありました？いっぱいありました。ありました。たくさん買いましたね。お店ごと買いたい。どうですか、はい、トクちゃんもありました。たくさん買いましたね。なんかやっぱりもっとワクワクしますね。ワクワクです。ね。もっと家族が多かったらね、たくさん買いたいとこなのにね。はい、今日はでもご主人様喜ばせてあげてください。いいのか悪いのか、はい、ありがとうございます。今日も忙しく、仕事してる、ちんちゃんでした。ちょっと一般の人もこれから買いに来てももしいいね。本来はほこりカフェ言ってくれたら大丈夫ということで、じゃあほこりカフェの皆さんに限り45番の大宝水産、あのちんちゃんがここにいますので、ぜひね買いに来ていただきたいと思います。ちんちゃんありがとう。はい、で、あの4月5日のバースデーナイトもね、ちんちゃんがいますんで、はい、お願いします。今日はほっこりカフェ、そして私の同級生のちんちゃんが経営しております大宝水産さんにお魚を買いに、ゴスペルの仲間と一緒に行かせていただきました。すごい活気がすごかったんで、なかなかちょっとお邪魔しても申し訳ないので撮影がしづらかったんですけども、やっぱり朝のすごいこの中央市場、中央市場の活気っていうものが素晴らしいなと思いました。本当は業者さん、ばっかりが買いに来られるんですけど、ちんちゃんに聞いたらほっこりカフェの皆さんに限り、来ていただいてもお魚を買っていただけますと言っていただいてますので、ほっこりカフェファミリーの方、新鮮ないいお魚が欲しい方はぜひ早起きして、京都中央市場、大宝水産45番のところにございますので、ぜひ訪ねていただいたら、ちんちゃんがいてますので、ぜひ訪ねていただきたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。たくさん買いました。ありがとうございます。君と出会えたから。